あら、ハッピーニューイヤー。皆さん、明けましておめでとうございます。今年も始まりました。 YouTube 番組山田理科のリポリカ、理科室の理科先生こと山田理科です。今年もよろしくお願いします。2021年もエンジン全開で配信していきます。さて、2021年初の配信なんですけれども、奇数回ということで理科先生の調理実習をお送りしていきます。お正月といえば皆さん何を想像しますか？食べ物といえばお餅ですよね。お餅って焼き餅に飽きてしまったとか、あとお正月過ぎても残ってしまったっていう方多いと思うんですけれども、今日はですね、そんなお餅をおつまみとして食べられるように調理していきます。はい、それでは早速調理していきます。今もう油は火にかけてあります。なのでお餅を切ります。お餅ね、すっごい硬いんですよ。皆さん切るとき気をつけてくださいね。こんなにお餅が硬いとは思わなかった。よし、でちょっとここのお餅をお借りして、油がね、もう温度がいい感じかどうか確認します。まだですね。よし、浮いてきた、浮いてきたんで入れます。このお餅を揚げている間にあんを作ります。めんつゆ入れます。火にかけます。よし、で、よいしょ。お餅ここね、つかないように揚げていってください。さあ、お餅揚げたらうまいよね。ソースがいいのかな。感じかな。いや、最近ね、二刀流を覚えたんで、やっとね、こう揚げながら炒めながらとか温めながらっていうのがねできるようになったんですよ。ここに片栗粉入れて、おーおーおー、ちょい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 、えらいことになっとうよ。よし、あー、混ぜて混ぜて。いや、二刀流大変ね、これ。なかなかお餅をくるっと、あ、いい感じ。あ、すごいいい感じに上がってる。よし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 、皆さん、あんかけって上手に作れますか？結構私ね、あんかけ作るのね、いつもミスするんですよね。でもね、今回はちょっとね、いい感じにできそうな気がするんだが。そう、私、山田理科先生はすごいすごい今真剣です。え、ちょっとこれ固まってる？大丈夫かな。いや、餅も心配だし、あんも心配だし、やっぱり二刀流はなかなか大変なものがありますね。どうなんだろう、
いい感じなのかな。え、どうみんな。OK?OK? なんかポトポトいってるのかいいのか、ポトポトいってるからいいのかな。もうちょっと足そうかな。あ、いい感じ。もうちょっと足します。ちょっとやばいね、二刀流ね。ちょっとわちゃわちゃしてきたわ。この配信を見てる皆さんはきっと手際がよくちゃちゃかちゃちゃかやることと思いますけれども、よし、いいかな、いいことにしよう。よし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 。そしてそろそろ、おお、いい感じのきつね色になってきた。いいかな、大丈夫かな。あ、もう最高、あ、最高、めっちゃいい感じ。よし、じゃあ入れて、お餅をフライパンから出していきます。ちょっと待って、めっちゃいい匂いなんですけど。いや、これこそほんと調理実習的だね、今感じよ。見て、お餅がすごい出てる、いい感じ。で、ここに、よし、あーもうやばい、初めて完成した、ちゃんとできた。ほれ見て、ドドーン、かけていきます。美味しそう、すっごいいい匂いする。よし、 OK かな。よし、でこれで一応完成、もちあんかけなんですが、ここにお好みでね、いろいろ薬味とかかけていいと思うんですよ。で、私はこのね、ネギをかけたいなって思ったんで、ネギかけますね。じゃーん。よし、完成しました、もちあんかけです。はい、今日はもちあんかけを作りました。とりあえずもう今年初一発目だったので、皆さんとまず乾杯をしたいと思います。あのね、お正月ということで、あとお餅ということで、日本酒が合うかなと思って日本酒にしてみました。それでは今年2021年、この1年皆さんにとっていい年になりますように、乾杯。来るね、美味しい。もうやっぱりね、日本酒に合うものはお餅でしょう。お餅もいただきます。うん、めっちゃ美味しい。なんかね、正月っていう味がする。うん。日本酒にも合うし、私はあのネギ、刻みネギをかけたんですけど、これなんだろう、生姜とかそういった自分の好きなものをつけたりかけたりするのもいいんじゃないかなってすごい思いました。うん、いいね。さあ、
皆さん、今年2021年はどんな年にしますか？私は2019年が変化の年で、2020年が飛躍とか飛躍、活躍っていったそういう年だったんですね。で、今年2021年は挑戦というのを目標にやっていこうと思います。2019年、2020年が何だろう、いろんなお仕事をさせていただいてすごい充実した年だったんですね。なのでこの2年間に満足せずに、2021年は挑戦をもっとたくさんしていこうと思います。で、自分のそのできることを増やしたりとか、挑戦していってこういうことが自分できるんだっていう、そういうね、自分を見つけたいなって思っています。さて、今日はね、第1回2021年第1回の、リポリカお届けしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？来週はですね、偶数回ということで、理科先生の社会科見学をお送りします。初、今年2021年初のリポート先は一体どこへ行くのでしょうか？皆さん楽しみにしていてください。以上、理科室の理科先生こと山田理科がお届けしました。この番組を見てくださったそこのあなた、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週、リポリカでお会いしましょう。バイバーイ。